はい、こんにちは。今日はですね、日韓情勢についてお伝えしてまいります。ハーバード大学のマーク・ラムザイヤー教授がですね、発表した論文、太平洋戦争における性契約という論文について、韓国側からはですね、批判や指摘というものが相次いでおります。で、僕もですね、この論文、現時点で公開されているものを読まさせていただきましたが、この論文で指摘されているのはですね、当時の日本軍の衛星管理の在り方や当時の歴史背景というものを説明考慮した上で、朝鮮人の方々の慰安婦、日本人の方々の慰安婦ともにですね、当時の制度に基づいた公認の存在でありまして、軍による強制性という事実はないのではないかという指摘が含まれた冷静な論文でありました。で、こうした見解に対する反論というものはですね、学術的に冷静に行われるということが重要であると思います。で、こうした状況の中ですね、公文書研究の第一人者である有馬早稲田大学教授は、今回の一連の韓国側の指摘に対して次のような指摘をしております。私が指摘しておきたいのは、ラムザイヤー論文は韓国人女性の契約書を提示していないとする次の記事だ。韓国系のハーバード大学教授は次のような指摘をした。前略、しかし学会では韓国の慰安婦被害者が作成した契約書を提示できなかったという指摘が提起されてきた。ソクジヨン教授はラムザイヤー教授の論文の脚注を調べた結果、戦時慰安所の韓国女性に関する契約内容がなかった上、該当契約を記述した二次出生もなかったと指摘した。これに対しラムザイヤー教授は、韓国人女性の契約書を確保すればよいと考えたが探せなかったと認めた後、あなたも探せないのは確実だとソク教授に話したという。しかしこの記事には誤表記や誤解がある。1、記事の根本的な誤表記。まず誤表記がある。そもそも韓国人女性の契約書は存在しない。なぜなら韓国は1948年に建国しているので、慰安婦がいた戦前戦中期に韓国人はいなかった。いたのは日本国籍の朝鮮人だ。朝鮮人女性の契約書ないしは朝鮮系日本人の契約書なら存在する。2、公文書と私文書は違う。次に朝鮮人女性の契約書を探せということだが、このような契約書は公文書ではなく私文書だ。公文書なら公文書館へ行けば見つかるだろうが、私文書は見つからない。もちろんそうした契約書があるに越したことはないのだが、ないことは全く論文の主張とは関係ない。なぜなら別の公文書が重要なことを示しているからだ。それに関連するのが3である。3、二次出生もなかったというのは嘘。最大の問題は、該当契約を記述した二次出生もなかったが嘘だということだ。ラムザイヤー論文の注釈には US Office of War Information 1944という文章が載っている。この資料にはこうある。日本と戦争をしていた米軍作成の資料、米国戦争情報局心理戦作戦班日本人捕虜尋問報告書49号、1944年10月1日、序文、慰安婦とは日本軍に特有の語で、軍人のために軍に所属させられた売春婦のことを言う。ここでの記述はビルマの朝鮮人従軍慰安婦に関するものである。日本軍は1942年にこのような朝鮮人慰安婦を703人ほどビルマに向けて出港させたと言われている。募集、1942年5月、日本の業者が朝鮮半島に赴き、東南アジアにおける軍慰安業務のためとして女性を募集した。高収入、家族の借金返済のための工期、軽労働などの宣伝に応じて多くの女子が勤務に応募し、2から300円の前払い報酬を受領した。自ら署名した契約により、前借り金の額に応じ半年から1年の仕事に従事させられた。このような方法で約800名の女子が募集された。あと省略、生活及び労働条件、日本軍の占領地においては通常2階建ての大きな建物に住んでおり、1人1部屋を与えられていた。そこで彼女らは生活し、眠り仕事をしていた。食事は経営者が用意したものであった。食事や生活用品はそれほど切り詰められていたわけではなく、彼女らは金を多く持っていたので欲しいものを買うことができた。兵士からの贈り物に加えて衣服、靴、タバコ、化粧品を買うことができた。ビルマにいる間、彼女らは将兵と共にスポーツをして楽しんだり、ピクニックや園芸会、夕食会に参加したりした。彼女らは蓄音機を持っており、町に買い物に出ることを許されていた。料金、彼女らが業務を行う条件は陸軍によって規制されていた。軍はその場所に展開している様々な部隊のために料金、優先順位、日割りを設定することが必要であると考えていた。階級別に利用時間、料金を表示。将校は20円で宿泊が許されていた。収入及び生活条件、慰安所経営者は契約時の負債額に応じて慰安婦の売上の50ないし 60% を受け取っていた。契約条件がはっきり示されていることから、韓国の主張するような制度例ではないことがわかる。米国戦争情報局文書の信憑性だが極めて高いと考えていい。
これは当時日本と戦争していたアメリカ軍が作成したものだ。軍の報告書というものは正確さが求められるので、誇張や嘘は基本的にない。それにアメリカ軍は後の極東国際軍事裁判のための証拠も集めていたのだから、日本軍に甘い報告書にはならない。したがって信憑性は極めて高いと言える。で、今回アメリカで出ました論文というものに関しましては、今後学問的な反論の過程で自然に検証されていくでしょうし、まあ、そうしたことが重要だと思います。つまりは論文には論文で反論するということが重要であると思います。学問の自由はですね、自由民主主義の根幹でありまして、言論の自由とともに非常に重要であると思います。今後ともですね、歴史の史実を冷静に検証するということが行われ、後世の人々にとって有益で学問の発展に役立つ方法で、そして学問として未来に向けて積み重ねられていくということが重要であると思います。ありがとうございました。ネット大衆誌ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特典の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後、お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですので、この動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆誌ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。